当たり。今回は浅井長政の最後について解説していくぞ。よろしくね。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康に関する動画を投稿していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず長政がどのような人物なのか解説していこう。長政は天文14年に生まれた。そんな長政の祖父は浅井助政であり、助政は北近江の守護であった京極氏に仕えていたが、京極氏の後継者争いの際に乗じて一揆を起こし、北近江の土地を支配するようになった。その後助政から久政の代になると、久政は武勇に冴えなかったことから南近江の守護であった六角義方に敗戦してしまう。その結果、長政が生まれる頃には助政が手に入れた北近江を手放し、六角氏に従属するようになってしまっていた。こうした背景から長政は15歳で元服し、六角氏からの圧力で義方から肩の一字をもらって浅井片政と名乗るようになった。久政が六角氏に敗れていたから、当時の浅井家は六角氏の言うことは絶対だったんだね。そうだな。また元服した長政は六角氏の家臣である平井貞武の娘と婚姻を強いられることになったぞ。この状況に長政は、これ以上六角氏の思惑通りにことが動いてしまうと久政と同じ扱いを受け、六角家の操り人形にされると考えた。そこで長政は六角氏に対して反旗を翻す決断を下すのであった。しかし六角氏も長政がいずれ歯向かってくることを察知していたので、あることを実行に移すのであった。その結果、飛騨城の水攻めや野良田の戦いが起きることになる。この野良田の戦いでは、長政軍が11,000兵、六角軍は25,000兵の兵力差があったことから、長政軍が圧倒的に不利な戦いだったんだ。六角軍の兵力は長政軍の2倍以上だから不利な戦いだね。それでこの戦いはどっちに軍配が上がることになったの？長政軍だな。え？ 2 倍の兵力差を打ち破って長政軍が勝利するなんてすごいね。そうだな。当時の資料によると、長政の戦いぶりは見事で、家臣たちを心酔させたほどだったと言われているな。戦いに勝利した長政は、常に弱腰だった父久政を竹部島へと追放し、隠居を強要させた。やがて家督を相続し、すでに腰入れをしていた貞武の娘を実家に返して、自身の名前を新九郎と改名するのだった。さて、ここまでが長政という人物についてである。ここからは長政の運命を変える出来事となった信長との同盟について話していこう。この同盟は永禄10年に信長が美濃の国の斎藤辰興の稲葉山城を手に入れたいと考えたところから始まる。長政にとってこの同盟は決して悪いものではなかった。しかし長政にとって気になることがあったのである。それは長政がかねてから恩義があった朝倉家と織田家が不仲だったことである。そのため長政は朝倉家への不戦の誓いを条件として信長との同盟を受け入れることにするのだった。長政は信長との同盟が結ばれたことによって、信長から一字をもらって新九郎から長政に改名しているんだ。なるほどね。こうして浅井長政は誕生することになったんだね。その通りだ。また長政は同盟を結んだことによって、信長の妹であるお市の方と結婚することになったぞ。お市の方は大変な運命をたどることになった
戦国三姉妹の母親だね。その通りだ。さらに信長は長政の天敵である六角氏を攻撃して南近江の甲賀軍に撤退させ、長政との同盟をより強固なものとした。その後信長は美濃の国を平定することに成功するのだった。ただ長政と信長の同盟はある事件が起きたことをきっかけに、やがて同盟を解消することになってしまう。その事件とは、室町幕府13代将軍である足利義輝が永禄の変によって自害してしまったことである。その結果、後に15代将軍となる足利義昭は朝倉義景のもとに身を寄せ、室町幕府を立て直すため義景に対して上洛の助力を要請するのだった。しかしなぜか義景はこの義昭の申し出を拒否するのだった。義景が義昭の申し出を拒否した理由は明らかになっていないが、一説では義景は長男を亡くした悲しみなど様々な事情が重なり、正常な精神状態ではなかったと言われているぞ。なるほどね。でも頼りにしていた義景から申し出を拒否された義昭はさぞかし残念だっただろうね。一方、同盟によって長政の義弟となった信長は徐々に勢力を拡大していた。やがて義昭が義景に拒否されたことを知り、信長は義昭に対して上洛の協力をする意思を示すのだった。ただ当時の信長は義昭を擁立することによって自身の力を周囲に示し、さらなる織田勢力の拡大を狙っていたのである。つまり信長にとって義昭は自身の勢力を拡大するための道具に過ぎなかったのだ。その後信長は義昭を京へ上洛させ、将軍職につけるよう手助けし、義昭に対して恩を売っているんだ。なるほどね。でもとにかく上洛したいと考えていた義昭にとって、もはや信長の考えはどうでもいいことじゃないの？いや、それがそうでもないんだ。具体的に言うと、信長は義昭が将軍職についてから実質的な権力を信長が持てるようにした五箇条の上書の内容を義昭に無理やり認めさせているからな。五箇条の上書には主にどんなことが書かれているの？簡単に言うと、将軍の権力を失わせ信長の政治的な立場を確立させる内容となっているんだ。じゃあ話をまとめると、義昭は信長のおかげで将軍職に就くことができたけど、自身が思っているような将軍としての仕事はできなかったんだね。その通りだ。てやてや、先ほど登場した五箇条の上書中に、新しい将軍である義昭と天皇に挨拶をするために上洛をするよう求める内容が明記されていた。しかし信長のこの求めに対して義景は拒否する姿勢を見せた。これに怒った信長は、もともと朝倉氏の越前の国を狙っていたこともあり、若狭石山城の城主であった武藤朝雅を討つと、天皇と義昭の了解を得た上で3万人もの兵を連れ朝倉征伐に向かった。ここで重要になるのは、朝倉征伐に対して長政がどう動いたのかということだな。そうだね。長政は信長と同盟を結ぶ際に朝倉家との不戦を誓っていたからね。それで長政はどう動いたの？長政は義兄である信長の行動に対して疑問を持ち、後に苦渋の決断を取ることになってしまったぞ。織田軍につくか朝倉軍につくかの選択だね。その通りだ。最終的に長政が選択したのは朝倉軍だった。長政は居城の小谷城からすぐに織田軍に向けて出陣した。その後信長家康の連合軍に向かって長政は背後から急襲したのである。この時織田徳川連合軍の最後尾である新狩を担当したのが豊臣秀吉と明智光秀であった。
この二人の働きにより信長はなんとか義景と長政の手が回っていないと思われる近江の朽木街道を通って京まで逃げ切ることに成功するのだった。ここまでの解説を聞いて思ったんだけど、どうして長政は信長を裏切ったんだろうね。それに関しては現在でも様々な説が考えられているな。ただ有力な説では、信長が不戦の誓いを行っていた朝倉氏を攻撃したから同盟を破棄したと言われているぞ。なるほどね。他にも長政が信長を裏切った理由に関して朝倉氏を除いて考えると、次のように考えることができる。まず長政は信仰心の厚い人物だったとされる。それに対して信長は仏閣に対しても攻撃を辞さない非情さが目立っていた。つまり長政が裏切った理由に朝倉氏は関係しておらず、単純に信長に対しての不満が同盟の破棄につながったのではないかと思われる。話を進めるが、同盟が破棄され元亀元年7月には長政と義景の連合軍と信長と家康の連合軍が姉川において対決することになった。最初は長政側が優勢だったが、家康の援軍によって義景の軍が敗走、続いて長政の軍も敗北することになった。その後元亀元年9月から12月にかけて信長と長政の間で再び戦いが行われることになる。これが後に滋賀の陣と呼ばれる戦いである。この滋賀の陣は激しい戦いとなり、戦いから生き延びた浅井家側の兵士は比叡山延暦寺に逃げ込むことになった。信長は比叡山延暦寺に対して織田家につくか、あるいは中立を保たなければ焼き討ちにすると警告したが、比叡山延暦寺は返答をしなかった。滋賀の陣はその後も戦いは長引いたが、元亀元年12月に扇町天皇による講和の勅命を受けて長政と信長の間で和睦が成立し、滋賀の陣は終結を迎えることになったんだ。またこの時の比叡山延暦寺はなんとか信長からの侵攻を防ぐことができたが、後に元亀2年9月に焼き討ちにあっているぞ。そうだったんだ。滋賀の陣で和睦して以来、信長は家臣である秀吉や不破光晴を小谷城へ送り降伏するよう勧告した。しかし長政が降伏を拒否し続けたため、天正元年8月に信長は小谷城へ攻め込むのであった。この状況に義景が長政の救援にやってきたが、利根坂の戦いで多くの兵士を失い、打撃を受けていた朝倉軍は織田軍にかなうことはなかった。その後の一条谷城の戦いにおいて、義景は居城である一条谷城まで攻め込まれ、一条谷城は焼き払われてしまったのである。城攻めからなんとか生き延びた義景だったが、身内の朝倉景明に裏切られたことをきっかけに自害し、朝倉氏は滅亡することになったぞ。朝倉氏を滅ぼした後、織田軍は長政のいる小谷城へ攻め込んだ。小谷城は朝倉家が三代にわたって居住しており、中世三大山城の一つだったことから非常に守りの堅い堅城であった。しかし秀吉の奇襲攻撃が成功し、一気に攻め込まれてしまう。その後長政は織田軍の攻撃に耐えている間に嫡男の満腹丸と家臣を逃がし、正室のお市の方と三人の娘を羽柴秀吉へ引き渡すのであった。最終的に嫡男、正室、娘、家臣を逃がした後、長政は家臣の屋敷で切腹し、浅井家は三代で滅びたのである。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。